そうだ、俺はもう死者だ。お前どういうことだ。どうやって生き返った。そうだな、これについてはどんどん感謝しなければならないな。まさかお前俺の方が悪いぞ。おい、まあそれも俺の計画のうちだった。そろそろお前には眠ってもらうぞ。美獣もろともな。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。さて、お前は手にしかない容赦さんに気のせいだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな、お前は死んだ人間だ。まあいい、どの道お前に残された時間は少ない。なることは知らない。頭を使っての行動が得意のようになるだけ。それでいい。ウチカは交渉に戦う。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。頭間のマシエナと変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した善人柱間のもの。確かにお前は脅威そのもの。だからこそわしがここで仕留める。登場起爆フラ。まだな、そのまま眠っていろ。もうこの世にはお前は必要ないのだ。終わりだ。これについては感謝しなければならない。まさかお前長門の時の術をオビトに。それも俺の計
やはりお前は普通の人中力ではない。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。しなければならないな。まさかお前、我が子の術を王人に。まあ、それも俺の計画のうちだ。てめえ。さて、そろそろお前には眠ってもらう。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このまま。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は濃いな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼスという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただ、オビトとマダラの配下として、いろいろと暗躍していたようです。だが、ここに来てオビトを裏切った。ええ。
つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生、さくら、一体どう、ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの、俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい、大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。そのやつにキュービを奪われてしまった俺でナルトは死ぬ、すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だマダラ様。遅いぞクロゼツ、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は。はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ、陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びが
この無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉帯人だ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。アセン、迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。